まさかの UFO です。ということで、今日はね、先ほどスーパー行ってきました。閉店間際に。ちょっと半額セールの蕎麦と、この天丼ゲットしました。合計でね、これもこれもまた別料金だったんで、このエビとね、これも別料金で合計300円ちょっとでしたけど。こちらの方はね、黒ウーロン茶ですね。ということで、いただきまーす。いや、たまにはね、なんか食べたいなと思って。やばい。食べに行って、そば天丼定食みたいなの食べると、やっぱ1000円超えちゃうでしょ。うん。ふわっふわ。スーパーで。おいしい。半額だったんで、いつも11時ぐらいまでスーパーやってるんですけど、まあ5、6分マナーの影響でちょっとね、10時で終わるようになってしまいましたね。で、じゃあ看板も10時になってました。うん、まあ、臨時で10時半とかなってたんですけど、うん、サクッとね、まあまあ、ありがたいですね。でも、こう、安くなるから。前は、だいぶ前ね、10年以上も前は、24時間でスーパーやってたんですけど、閉店しちゃって、うん。だいたい12時ぐらいまでとか多くなってね。うん。うちの近所は、ちっちゃいスーパーなんで、分が半、うん。おいしい。結構最近食べる動画多いっすね。食べるくん動画結構多いっす。なぜか知らないけど。もうね、あっちこっち本当行けなくなりましたね。まあ5、6、7の関係で、ね。何かあったらやっぱりまずいんでね。うん、中速してほしいなと思いますけど、ごぼうをかき揚げやこれ。半額シール見ると買っちゃいますね。
ょっとつゆはちょっとね、若干甘めですね。うん、ちょっと、辛めが好きなんですけど。めちゃくちゃ辛いのはダメなんですけど、ちょっとこう、だいぶ甘めですね。美味しい。で最近ね、12時前に寝るようになってきた、だんだん。で、7時頃起きるみたいなね。なんか、7時間睡眠とってます、最近。おかしい。うん。こんな寝なかったんですけど、最近ね、寝るようになった。うん。なんでだろうね。あと、ボケてるかなんか知らないけど、お腹は減ってね、1日4食とか5食食べたりするときあります。あれ、俺食べたかなと思って、やばいな、ボケてきたかなって感じですけど、大丈夫かなって。うん、美味しい。ああ。でもだんだん本当に食べれなくなってきましたね。うん。いかん。ごちそうさまです。ああ、食った。美味しかったです。お腹いっぱい食べれるっていいですよね。うん、まあ、だんだんその食べる量も減ってきてますけど、まだまあ食べてるかな。ゴミ箱やばい。もう爆発しそうなくらい。あ、ほら。ほら、ほら、ほら。ああ、ということで、お腹いっぱい食べました。あれですね。ございます。もう寝ると思うんで、おやすみなさいって言っておきます。うん、まあね、まあまだ就活ね、今してるんですけど、なかなかね、この567で、就職先見つからなくて、大変やばい状況になってきてまして、うん、まあなんとか乗り切って今までいろいろ来たんですが、今回はやばいかなって、さすがにやばいかなって感じになってまして、なんかね、どうしようかなって感じですね。なんか、
打開案を考えないとめっちゃやばいですね、うん、って考えてる今日この頃ですけど、まあなんとかなるでしょ。それでは皆さんごきげんよう。